竹越与三郎、竹越与三郎、竹越与三郎、慶応元年10月5日、1865年11月22日、昭和25年、1950年1月12日は、日本の明治から戦前昭和にかけての歴史学者、思想史や植民学者、政治家、衆議院議員、数密顧問館、貴族院直選議員、 国内省臨時提出編集局御用係、同編集官庁などを歴任し、戦後に公職追放指定を受け、一切の職を辞任。一回は、聖四位、君党は、君位等、号は三差。明治、大正、戦前,前、昭和の三つの時代にわたり、言論界をリード。日刊雑誌、世界の日本主筆を皮切りに、世界の日本か、朝屋の日本か、思って、 自由帝国主義に根ざした独自の文明論、文明史観を論じた。武蔵国本城塾、現在の埼玉県本庄市の酒造業、清野千三郎の次男として生まれ、新潟県中区引軍で成長する。陸軍軍人の中村沖丸は実定。上京して中村義隆に学び、明治14年、1881年9月、慶応義塾に入学した。 翌年、福沢諭吉から、時事信奉者への入社を勧められ、在学中から新聞に執筆し始める。明治16年、1883年に、新潟県柏崎出身の叔父、竹越藤平の養子となる。この年、時事信奉者に入社するが、官民調和の論調に反発して、翌年退職する。その後、尾崎行動の勧めで、 群馬高崎教会に住んで英語塾を開く。明治十九年、1886年8月、尾崎高堂より、キリスト教の洗礼を受ける。同年、前橋英学校の教員に招かれた。その後、キリスト教新聞や、大阪公論の記者を務める。その頃、湯浅次郎の紹介で、徳富祖宝と知り合い、民有者及び、 国民新聞の総監の手伝いをする。明治22年、1889年に正式に民有者に入ると、明治23年、1890年2月1日の国民新聞総監人を政治評論を担当、執筆した。この年の11月7日、オリバー・クロムウェルの伝記である、クロムウェルを刊行して、在野史家としてデビューを飾る。翌明治24年、 1891年7月より、全三巻の予定で、明治維新史を政治、外交、経済、宗教の側面より分析した、新日本史を刊行を開始、実証的な資料批判の不十分さはあるものの、日本初の本格的な現代史書として、これまでの変年史、交渉史とは一線を画した、ただし、下巻は未完に終わる。この中で、明治維新を、 内外の危機的状況で国民の活力が発揮された男性的革命へ位置づけて王政復古士観や砂漠、勤労、反伐論に対して強く批判した。明治26年、1893年には民有者十二文号シリーズの一冊として魔法霊の伝記を担当する。また、山地愛山とも信仰を結び民有者を代表する。 死論家として知られるようになった。日清戦争以前から、布あで稼ぎ人への保護の必要を解き、白人の抵抗割合に少なく好都合であるハワイへ、移住を提唱するなど、帝国主義的海外傍聴論の熱帯移民論を主張。伊藤博文、陸宗光、西恩寺金持ちに見出されて高く評価されたが、原隆史、桂太郎、大熊重信とは対立した。 その後、日清戦争を機に、国粹主義に傾倒していった祖法を竹子氏が批判したことから対立し、明治28年、1895年12月に民有者を退社する。その後、再び自治新報社に入るが、武宗むね西園寺金持らの世話を受けて、明治29年、1896年に、世界の日本の主筆に迎えられた。 同年開拓者より代表作となる日本通史、2500年史が刊行された。友の信友の史跡年表などをもとにして古代から明治維新までの歴史を描き、神武天皇の統制を天孫人種と土着人種の民族律と捉え、南北朝鮮順論においては北人、武家方がイラチサツ殺修練な王朝と南人、君家方を圧倒して、 時代精神になったと論じるなど、文明史の立場から、広告史観とは違う視点から、日本史を論じて番さねた。道のくの死後は、西恩寺の側近としても活躍し、明治31年、1898年1月に成立した第三次、伊藤内閣に、西恩寺が文部大臣として入閣すると、竹子氏は、大臣秘書官兼文部省直任参事官に、 任命された。だが、西恩寺は4月末で大臣を退任したために、竹越もわずか4ヶ月の在任に過ぎなかった。その後、欧州視察を経て、明治35年、1902年の第7回衆議院議員総選挙において、新潟県軍部区より、立憲政友会から立候補して初当選、以後5回連続で当選を果たした、第11回衆議院議員総選挙は、 群馬県前橋市区に選挙区を移して、当選、また一時中正会に席を置く。その後、台湾総督府の総督、小玉玄太郎や民政長官、後藤新平とも近くなり、欧米や南洋地域の視察を行って、日仏教会設立に尽力したり、明治39年、1906年には、読売新聞主筆に就任するなど、評論活動を続けている。 東亜同文会の表議員にも就任している。第3回列国議会同盟会議、ロンドンに日本代表団の一員として列席。東亜新秩序の確立は、やがて全アジア復興の先駆けである。全アジア復興は、取りも直さず、世界維新の実現であると主張。また、自らが主張する南進論を実地調査により、 実証的に裏付けるために四42年6月から9月にかけていった南洋視察旅行の機構文南国記を発刊。内容は北進政策、北進どもを避難し、渡航先の地市、各国の植民政策の比較、日本の南進政策への提言などを衝述する政治的論説とも言うべきもので発刊後評判となり番を重ねた。 武子氏はこの書物において主張して、南人たる日本人の北進は日本民族の使命で、あ、日本の歴史的約束であるととき、南は元より無人の地ではなく、無支配の土地ではないが、侵略から解放へという王者の道を取ることでそれは果たされるであろうとしている。また、そもそも全アジアを支配していた山和民族は、アジア大陸回復の権伝性を保持してきており、 内田良平と共に、アジア各地に日本民族と日本文化の起源を求めたその手法を用いながら、そもそもアジア全体が日本の引き移しであったのだと議論全体を逆転させて見せたりもした。他にも日本人とユダヤ人を同一の祖先から出たとするユダヤ同主導ソロン、日ユ同ソロン属説の形にも言及。これは木村又郎や石川三四郎も主従に論じている。 大正四年、1915年の第十二回衆議院議員総選挙で、大隈信常、大隈重の武用に敗れて落選した竹子氏は、元の一郎らと日本経済史編参会を結成し、大正八年、1919年から翌年にかけて、常治令を軸に、天保改革を論じ、日本経済史、全八巻を刊行した。竹子氏は、歴史の第一因は、 経済的要因にあると唱えた。大正11年、1922年に、宮内省臨時提出編集局御用係に任命され、ほどなく、編集官庁に転じて、明治天皇期編参の中心的役割を担った。ただし、後に、竹子氏が書いた奏功を読んだ竹氏夫人のおいであ、中村明は、最終的に、金子健太郎。 三上三次らがまとめた原尊の明治天皇期との大きな違いの存在を指摘している。竹子氏は危機神話の要点を史実として述べ、その中に一流の合理的解釈を挟むという手法を取った。この年貴族院議員に任じられ、声優会系の交友クラブに属した。昭和五年1930年には、西音寺金持ちの反省を記した電気、東安公を募集する。 昭和15年、1940年には、数密古門館に転じるが、軍部の圧迫で、2500年史が発売禁止になるなどの圧迫を受けた。さらに、東京大空襲で、蔵書や原稿を消失した。戦後、数密院廃止後は、一切の公職から退く。昭和22年、1947年に、公職追放処分を受けた。 戦後の竹子氏の著作は、歴史上における国民、または個人の思想動向と、その分析の重要性と時期区分と、その変化の法則性把握を提唱し、歴史における経済的要因を重視するなど、市民的立場から見た発展的歴史観を示した。また、自由主義、ダーウィニズム的文明主観の立場から、私有財産の永続性と個人の自由を、 人類史の到達点とみなして、社会趣味や軍国趣味には強く反対して、以後の彼の政治活動を規定するに至った。竹子氏は、その発展的段階的歴史の見方を、オーギスト・コントやドイツの歴史学派の人々の影響を受けているよう出る。また、死去まで母校の慶應義塾表議員を務めた。昭和25年、1950年1月12日、死去。 墓所は、たまれ園。なお、非常に多くの著作を残しているにもかかわらず、底本の全集が未だに存在していない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。